カメラも小刻みに揺れているのがわかります。慌てて外に出るのは危険です。揺れが収まるまでは安全な場所に留まってください。俺らは15人大吾と話したんですよ。で、ただその時に車がまだないけ、ちょっと手配するっつって。だけどもう16日には行ったっすね。南阿蘇と益城の方とかすごかったですもんね。レベルが違いすぎて。まだもう本当何もできてない時やったから、報道カメラマンか軍隊か俺らしかいねえみたいな。3日もぐらいでもう寝ないで俺らずっと持っていってたんで、もう一睡もせんの行こうっつって、今も今が一番大事やけ絶対っつって、最初はもう大吾と2人で情報収集してたんで、僕が足りてないとかだけすげえ俺らが情報持ってて、ボランティア団体から連絡ありましたもんね。あのすいません、何を持ってたらいいですかっていう、いやすいません、僕たち完全個人やけ全然ちょっとこれとは言えないんですけどって言って、だけすぐスケートデッキを作るっていう動きにも切り替えれたし、だけでも俺らはすげえ運がいいっす。木材とかも熊本市の方は最初から受け入れダメやったんですよ、取るの自体も。でも阿蘇市だけは OK やったんですよ。で、義援活動でやりたいんでお願いしますって言ったら、結構2つ返事で OK 出て、阿蘇市で俺ら思いついたけそうだねって、だけどもう完全に作れってことだったねって。第1回熊本地震復興支援チャリティースケートボードオークション、総額代金94,700円、僕の所属する東京中野のファットブロスで募金をしたところ 27,215円集まりました。それを先ほど、阿蘇市役所の方に、届けてまいりました。今後は、第2回のスケートボードチャリティーオークション開催する意向であります。それはまたバブさん、今回の発起人なんですけど、バブさんが全部、ボードをハンドメイドで作っていただいて、そこにアートワークも乗っけていただきました。それをまた、オークションとして、皆さんに届けたいと思います。皆さんのご協力、これからもまだまだ、つなげていかないといけないと思ってますので、どうぞご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。